成田の新地天ともさんハートありがとう。おはよう、おはよう。みんなコンタクト入ってる。ピカピカ司会なべなべ所長天ありがとう。そう、一人離席、一人離席やばい、一人離席してたよ。たこみさん、なれなりさん、ヨーク、テン、ユージさん、ハート、ヤスクル、レインボースター、ジゴさん、テン、ありがとう。うー、今日はちょっと準備します。アザーさん、ハートありがとう。あれするので準備します。メイク、ピースさん、はしもちゃんち、テン、ありがとう。てんてん、コンコン、ハート、なべさん、あざさん、ハート、ありがとう。おお、本日誕生日だって、コンコン、おめでとう。すごい、コンコン11月2日お誕生日おめでとう。しまっちゃん、地点はじめだよさん、10周年、わあ、ありがとう。なんかちょっとここが赤くなっちゃった。スキンケアでマッサージしたら元気になったみたいな。ソニチ、テン、ケイケイさん、テン、ありがとう。ちょっとまずはちょっとまだ無比を塗ってないので無比を塗らせていただきます。足に、うん、だいぶね、あの何、赤みが引いた、峠を越えましたね、きっと。でもまだあります。よかったよかった、楽しみ、おめでとう。無比、ちょっともう家にいる時間がなさすぎてすごい部屋が荒れてる。もうね、だいぶなんかパンパンに腫れてたところも収まった。フォーユーさん、福ちゃんち、未来に向かって羽ばたけりこちゃん、ありがとう。しばさん、福ちゃんち、ありがとう。なべさん、ハート、そにちてん、けいけいさん、ありがとう。なんか仕方ないよね、ありがとう。そうだよね、自分を責めなくていいよね。またおうち時間が増えたら片付けしよう。かゆいのがだいぶマシになりました。お薬塗ったらね。よし、よいしょ。私別に月始め一発目に自己紹介を送るルールは設けてないです。1日11月1日でも2日でも7日でも月始めだって送ります、自分が。水木結婚して反抗期、ああ、うん、わあ、佐藤直輔、コマちゃん、パタちゃん結婚して、ええ、なれなりさん、そらまめさん、ただちーさん、ありがとう。ふくちゃんち、ハート、コーラ99歳で、そうしさん、1万円だから結婚しつ、もうそれはさ、もう大変なことになるじゃん、結婚。ちょっと不安ですね。気が向いた時にするね、というかメールを送る時間が本当にちゃんとある時にするね、
ェリーさん、バラ、ヒロピーさん、モスコルさん、ありがとう。あー、私は今日メイクをしないといけない。一番めんどくさい一番めんどくさいよ。タイムファイヤーさん、テン、ありがとう。来週落ち着いてほしい。なんだかね。しかもなんかちょっと喉が痛いから。そう、ゆっくりは寝れました。朝エクスツヌさん、千万両ありがとう。そのまるままハートありがとう。メイクするか。メイク早く終わって朝ごはん食べよう。成田のしんち、ありがとう。ハート、こういうさん、音符ワン、つのまるままハート、わあみんな。成田のしんちハート、うっぽさんミラボーやすくんてん、ありがとう。ちっちゃいくまちゃん、ありがとう。パターメさん、ハート、貝柱さん、テン、フォーユーさん、ピースさん、トモさん、ペラペラ雨、フォーユーさん、イッコ、カラスさん、フォーユーさん、パターメさん、ヤスくん、レインボースター、ありがとう。お役目。あら、見てらっしゃい。頑張ろうね、今日も。成田のしんち、フォーユーさん、パターメさん、フォーユーさん、福ちゃんち、未来に向かって羽ばたけ、リゴチ。ありがとう、福ちゃんち。ビタミン C 大事ね。チェリーさん、ハート、アムトンさん、ファイト、トンちゃんパパ、テン、DJ さん、アイメッちゃん、ありがとう。まるちゃん。まるちゃんって私がおでこ上げた瞬間にまるちゃんの名前呼んだから、すごい恥ずかしい。まるちゃん、かわいい、ありがとう。ゆみちゃん、だるま、とんちゃんパパ、ハート、いさおち、もびさん、ありがとう。もうね、このファンデーションそのままいっちゃいます。ファンデーションはそのままいって大丈夫なファンデーションなので、ちょっとそのまま行かせていただきます。いつもは崩れないようにちょっとなんかそこを配慮して下地も塗ったりするんですけど、わっ、いさおち、かわいい、ありがとう。すぐ興奮しとる、ありがとう、優しい。もうちょっと頑張るよ、朝ごはん食べる。嬉しい、褒められたらねやる気になります。でもなんかしようと思ってたことを指摘されるとすごいやる気が失せちゃった。さっきもなんかメール送んないのって言われて、今日送ろうとしてたのになって。
オッケー。うわー濡れた。ね、アサイーボール食べたい。アサイーの大ファン。コロネさん10ありがとう。超時短じゃない？これパタパタするだけで。そう、宿題やったのって聞かれる。今やろうと思ったのにってやつ。あら、お役目サボり席してる。今日もファイトだよ。エサお茶とコロネさん10ありがとう。あら、かわいい。嬉しい。そうです。コロネさんありがとう。アサイは 400g ある。だから4食分あります。うん、何そんな褒め方。そんなことを言ってくれるのか。うん、ね、もう明日、でも寂しいよね。明日が来たらもうユミコさんの卒業コンサート終わっちゃう。こうやって今一生懸命なれることを見つけたか。そう、結構買ってたっていうか、なんかそれが一つのアサイーボールですって冷凍で売られてたから、まさか私も4食分入ってるとは思わず試みました。あと 200g 残ってるよ。そうなの。アムトンさん千万両ありがとう。イサオチかわいい、ありがとうね。そうなんや、嬉しい。思ったよりもらえて食べれて。タイムファイヤーさん10ありがとう。だいぶこのカスカスのダブルライナーで。コンコン10ありがとう。MV の最後にユミコリが振り返る。何それ、誰、ユミコさん。んハンターさん結婚してありがとう。そう、昨日は白菜。ありがとうだね。サボり席を探されてる、そんな厳しい。めっちゃ面白い。ハンターさんハートもありがとう。言われてるよ。お役目に戻りな。頑張れ。健やかに生きようね。アムトンさんハートありがとう。もうそろそろ。嬉しいねえ、もう優しい褒め上手。鬼着信やばい。アムタンさんコバさん、んコガオタントートイありがとう。
私新しいビューラーが欲しいんですよ。リリミュー、指原莉乃さんのリリミューのなんかビューラーが欲しくて、早くロフト行きたいって思ってる。コバさんかわいい、ありがとう。ね、まつげ上がると印象が変わりますね。ね、やっぱまつげ上がると気分も上がる。あれ待って、コバさんかわいい、ありがとう。配信見たいのでまだ抗います。やばい、抗う、うー、アイルドン佐藤さんハートありがとう。喉痛成人なう。何その私の噂があるの。えいちゃん2です、ありがとう。わ、めっちゃ静かに考え事しながらマスカラに集中してた。ふう、永遠に、あ、龍角さんか、確かに龍角さん舐めるべし。わあ、オンライン、そうじゃん、お話し会あるもんね。そうじゃん。いやー、私だけじゃなくてみんなね、そう、みんな大変だよ本当に。マジ？やってみよう。イサオチハート、コバさんレインボースターありがとう。かわし、かわちくなってます。かわしは、最近自分のことをわしって呼ぶのにハマってて、なんならもう何じゃのーみたいな、なんかもうおじいちゃんみたいな喋り方してる。確かに。できた。アイメイク感。うん、イサオチハートありがとう。サボり席。まあ、またね。逃走中かやばい。そんな。
年呼びいいいいいいかな。確かにワイとも呼んだりするよね。ワイもワイもやでみたいな。わたっこりわたっこりって呼んでたこともあった。ちょっとノーミラーパウダーします。リコさんかわいい、嬉しい。エサウジファイト、エネストさん、キラキラ。おもろい。サラ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 すぎてびっくりした。ついに捕まったね。お、いい感じなのでは。タイムヘアアイロンもこの時に加熱。寝蔵さん10、ありがとう。泣いてる。タイムファイヤーさん、嘘。でも最近そう美容院に行きたかったよ。そうでもむずそうやけんね、諦めた。そう加熱かわいい。今日は8時間眠れました。実を言うと嬉しい。嘘、コンディションキープできてる。明日のためにと思ったけどね、むずそうだった。でもなんかギリギリになるよりかはその美容院でお役目までギリギリになるよりはやっぱいっかって諦めた。そういっぱい寝れてよかった。そう8時間眠れると調子よくなる。すごい今体が軽いもん。前髪めっちゃ伸びたよね私。ちょっとこっちに流してまっすぐさせます。母さん、アムトンさん、ありがとう。そうしかも今日朝体重測ったんですけど、その私がみんなにやばいってダイエットしますみたいな、今日ホテルで体重測ったんですけどって言ってた時あるじゃないですか。いつだっけ、オールナイトフジコの日だ。夜ホテルで体重測ってやばいみたいな。それから 1.7 キロ落ちましたよ皆さん。睡眠大事。 1.7 キロ落ちて、なんか私なんか1年前よりみたいな、4キロ太って、でも4キロ太ったのは、あ、4キロ痩せてた頃は結構もうガリガリで心配されてたみたいな話をして、そんな心配されてないけど、だからそんな私もガリガリじゃなかったけど、
でも自分的に調子いい体重はそれ、その前の太ってた体重よりマイナス2キロで、それも 1.7 キロ落ちたから、ほぼほぼそこら辺でいい感じです。ハリーさんパチパチありがとう、クニちゃんハートありがとう、パチパチだわ。よかった、そう、でもいっぱい動いてるからさ嬉しいってなった、痩せれて。ゆうちゃん、くにちゃんありがとう、引き続き頑張る。あと 1.3 キロ落ちるまではね、はぁ、効果あって嬉しいわ。金たくさんありがとう。うん、そう、なんで2キロ増えた。金たくさんありがとう、みやこ先生天ありがとう、みやこ先生天ありがとう。そうね、しっかり食べて運動。深夜ピナバタ、ピナバタってなんだっけ、教えてくれた。これがピナバタ、ピーナッツバター、ああ、金たくさんありがとう。前髪伸びた。そう、このこれも切りたくて、そう、たまらんわ。ピーナッツバターいいじゃん。ピーナッツバター大好き私。前髪切りたいよね。まあいいや、ちょっともう切ってる心にも余裕が、なんか心に余裕がなくてもうどうでもいいやって気持ちが結構多いかも。よし、オッケー、メイク完了。みんな調子だるい、悪い調子悪いドライヤーは、あの今日は普通に使えましたよ。嬉しい、ぜひカメコでも押さえてあげて私のこと。タイムファイヤーさん、金たくさんありがとう。おきおき、え、じゃあさ、ちょっと朝ごはん作ろうかな。45分まではちょっとしたいな。タイムファイヤーさん10、ぼやっきーさん星花火、あー配線とかは全然大丈夫。血色良い、よかった、血色大事。うん、お仕事頑張れ。にゃにゃーす、
へ連れていくよ、みんなのこと。最近毎朝朝ごはん作り配信してるような気がする。壁配信とかある？高い高いにょっ。オッケー。ちょっとここら辺すごい汚い。うん、かわいいよね今日の服。今日も柿を剥いて食べたい。洗い物全然放置してる。さんありがとう。カニタクさんありがとう。うん、そうなの、袖がめっちゃ可愛い、嬉しい。ちょっとだけ洗い物をしていこうかなと思います。柿美味しかった。今日ラスト柿だから。ねえ、袖の部分さ、レースになってて可愛いよね。嬉しい。このさ、難しい、この手を切らんようにこれを切るの。手を切らんように。え、カオスカオス。洗い物配信楽しい。これも萌え袖、一見萌え袖かも。リコは料理しますか？割と料理好きや。うん、そう、手を切らないようにスムージーの刃を洗うの難しい。この前の反省を生かしてちょっとやってみる。今日も浅い。洗い物りこち。そんなですか。まだ食べてない。そう、リコか。あ、まだ食べてない。リコか、誰だろう。リコかはやばい。誰だろう、おもろい。洗い物いいっすか。もう代わりにしてください。終わりにしてほしい。あれ、スニさん、星花火ありがとう。 Translate your name is Rin。 Rin?
ジョーパングさん、ありがとう。お、私もおいでおいで。ええとこやで。広島はな、めっちゃええとこやで。ちょっとぽくない今の関西弁。はじめだよさん、天ありがとう。わかんない、何にき。日本語達者にき。おばあさん、星花火、ありがとう。ルイトさん、ハートありがとう。私はもう今すごいね、実家に帰りたい欲がねあります。つぶちゃんがお散歩を覚えたみたいで、お散歩っていう言葉を、お散歩が好きみたいです。そんなチャレンジがあるのね。実家に帰らせていただきます。本当したいんだけど。多分お皿洗ってるの。そう。なんか時間なさそうだな、柿だけにしようかな。なんか洗い物すっきりさせて柿だけ食べることにするわ。とりあえずなんか洗い物が溜まってるとさ、精神状態が不安定になるから、洗い物だけして柿だけ食べる。ラザさん、ありがとう。だるま、ウッポさん、ミラボ、ありがとう。家出るの、まあ、10時55分ぐらいにはちょっと家出たいなと思ってて、だからちょっと間に合わないかなと思ったから、柿だけ変更します。なんかミラボ、そんな、どうしようね。すきっぱらの柿は大丈夫だよね、石になったりしない？なんかすごい腹痛がするみたいな。あれだよね、誤情報だよね。あの、誤って覚えてしまっただよね。あと15分しかないからね。そうだよね、洗い物だけして。え、嬉しい。お豆のメイク可愛い。ちょっとなんかピンクっぽくしてみたい。なんかピンク、ちょっと赤みを、血色味を出してみた。あ、柿って体冷やすの？秋のフルーツ？マジか。本当？カルシウムと反応した時。分かった。じゃあ牛乳は飲まないようにする。
リコチ最近ブランキーだった。全然ブランコってこの辺あります？学校とかならさ、なんかすごい好きだったけど、柿美味しいよね。種なし柿好き。ねえねえ、洗い物削減のためにさ、まな板のまんま食べていいかな、 お皿に盛らずに、この場でもし柿を切って食べることができたら。女子力アップしてる。時短にもなるよね。ノーネームさん、10ありがとう。洗い物、アサイーボールの洗い物と昨日のこのお鍋の洗い物、白菜雑炊の洗い物。まな板のまま抜かせていきます。よいしょ。今日の柿です。トマさんありがとう。半分にお尻からちゃんと切りました。 OK。うわ、超美味しそう。もう4分の1に切って。超美味しそう。しかもすごい柔らかい。そして昨日より切るの上達してるから、身が柔らかいのもあってすごい切りやすい。そんな一日で変わるんだね。柔らかくなるんだ。でもこれちょっとなんか黒くなってますね。傷んでる。そんなことなかった。
なべさん、柔らかい。柔らかすぎてね、切れない。よし、オッケー。さん、ありがとう。熟してる柿は好き。どうやろう。なんか熟してるよりもちょっと固めが好きかも私。やばやばすぎてなんかわかんないってなる。柔らかくてジュクジュクが好き。じゃあいただきます。ちょっと手を洗ってみる。いただきます。もう 手で食べますね、ごめんなさい。いただきます。洗い物削減。成田の新地、ありがとう、見に来てくれて。道行さん、清に馬、ありがとう。高行さん、馬、ありがとう。歯茎がなんかすごい。むくの上手。1分の1でも大きいよね。やばい、50分。ありがとう、教えてくれて。ヒロリコじゃね、なし。柿はスーパーで買った。メール見てる、嬉しい。柿はこれは八百屋さんで買った。ね、ヒロリコちゃん待ってて。朝原さん、ペロペロキャンディ。のろすけさん、かわいい。ラスト書き、MV85 万視聴。なんか明日までに100万回行ったらいいよね。告知しよう。ヤミー。
した。美味しすぎた。美味しすぎる。ちょっとついでに排水口の掃除。このスポンジ使わないのでこれでシンクの掃除もちょっとして、はい、してました。よーし、美味しかった、幸せでした。ついで大事、偉い、ちょっとにっこりにっこり。干し柿もいいね。ともさん天ありがとう。にっこり。じゃあ今からちょっとお役目行ってきたいと思います。メイクも完了したし、この上にカーディガンを着ます。よし、じゃあ皆さん今日も今夜も健やかに行きましょう。みんな朝配信、朝準備配信。ちょっとサブ足まくってたんだよ、お薬塗ってたから。ちょっとこれを下ろしてから喋ろう。今日も朝昼間違えた、朝配信準備配信見てくれてありがとう。今から壇上の方をお呼びいたします。夜もできたらするので待っててください。なべさん、コンコン、モビさん、キヨニ、まるちゃん、佐藤のんすけさん、大好きパダちゃん、ピースさん、 DJ さん、ゆうゆうゆうさん、ノーネームさん、ぼやっきーさん、いっこ、うくすつぬさん、ようくん、なべなべ所長、ともさん、小顔たん、コロネさん、はしもちゃん、ちゃむとんさん、パピポンちゃん、かねたくさん、ハンターさん、フォーユー、卒婚前最後の追い込み、頑張りこち、頑張りこち、くにちゃん、たかゆきさん、成田のしんち、卒婚だけど追い込み見に行く、ありがとう、ソニチ、タイムファイヤーさん、のろすけさん、ハリー、たこみさん、そして本日の秋元先生枠は伊佐内先生でした。ありがとうございます。うっぽさん、はじめだよさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はコバさんでした。コバさんありがとう。第2位は福ちゃんち、未来に向かって羽ばたけりごち、ありがとう。そして第1位はやすくんでした。やすくんありがとう。皆さん私の配信見てくれてありがとう。じゃあ忘れ物ないように行ってきます。今日も頑張ります。じゃあ今日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえいおー、健やかに。配信見てくれてありがとう。じゃあまたちょっとメールで随時報告できる、できないと思うけど、メール送れるときに送ります。頑張ります。またねー。